みなさんこんにちは、カノンの森の堀です。マナガーデンの荒木です。今日は、カノンの森オリジナル新しいブレンドができましたので、そちらの試飲をしていきたいと思います。はい、カノンの森は緑に囲まれたお庭を作ること、そしてそれを元にした植物のある暮らし方をレッスンするお教室を開催しています。はい、カノンの森のコンセプトはガーデンセラピーというものなんですけれども、植物のある暮らしを通じてストレスを減らして心身の状態を良くしていこうという趣旨のもと、レッスンをね企画していたりします。馴染みがあるかな、ハーブティー、うんうんうん、ハーブティーっていうと何ハーブティーというと飲んだことあるっていう方もね、うん、多いかと思いますけれども、うんうん、はい、カノンの森ではですね、今2種類の、オリジナルブレンドを作って、主に生徒さんにね販売をしていますけれども、一つは、うん、抗酸化作用のあるハーブを集めたもので、ローズとかルイボス、ローズヒップハイビスカスといったようなものをブレンドしたちょっと酸っぱめ、女子が好きな赤いハーブをブレンドしたものが一つと、もう一つが免疫力を上げたいときにおすすめなハーブを集めたもので、これはメインでエキナセアというハーブがブレンドされています。実は今回ですね、新しく3つ目のブレンドを作りました。お、新発売ってことですね。新発売ですそれがこちらです。デトックスにしたいときに飲めるようなハーブをブレンドしています。はい、入っているものは焙煎されたごぼう、これ国産の有機のごぼうなんですけれども、うんうん、ごぼう茶ってデトックスなイメージありません、うんうん、ありますよね、まあ、CM してたりね、うん、よくしますけれども、うん、意外と泥臭くて飲みにくかったりするんですが、うん、美味しいやつを見つけてブレンドして、香ばしさはあるんですけど、うん、土臭さはないような、うん、高級なごぼうをブレンドしております。皆さん、私が育てたものを加工して販売してるんですかってすごい聞かれるんですが、私はですね、このハーブたちは世界から美味しい状態のオーガニックのものを仕入れをしています。でそれを、まあ、ブレンドを考えて、箱詰めする作業を私がしています。はい、じゃあ配合とかブレンド堀さん全部考えてるってことですか。うん、そうですね、そう、メーカーとかによって意外とハーブの味が違ったりもするので、うんうん、その辺も加味しながら、うんうん、変えてたりしますし、産地が変われば味も変わるし、うん、というところでその時の配合をちょっと変えたりはしてます。今回3種類目ということで、焙煎ごぼうをメインにブレンドしたものを作ってみました。どうぞ飲んでみてください。結構色出てますね。そうですね、これはごぼうとあとルイボスも入ってるのでルイボスの色だったりもしますね。いただきます。どうぞ。おー、やっぱ飲みやすい何て言うんでしょう、なんか前もそうだった、ごぼう茶って結構、うん、土臭いとか泥臭いのを今まで結構飲んだことはあったんですけど、それがないからかな。でも香ばしさはすごいやつ。そう、なんか麦茶っぽい夏の味がするよね、うん、そうですねそんな感じする、うんうん、ごぼうの味もちゃんとする、うんうん、けど飲みにくくないっていう、うん、それはいろいろやっぱ混ざってるから なのもありますね。ごぼうを単体で一つだけ一種類だけ飲むと結構際立ってしまうところを、うんうん、ルイボスだったり、うん、あとローズヒップなんかも入っているので、うん、
いろんなものをブレンドすることによって角が取れて、うん、飲みやすくなっています、うん、混ぜるのはすごいおすすめですね、うんうん、レッスンで最後にハーブティーをお出ししてるんですけれども、うん、これを出したところ結構好評でですね、うんうん、それを改良して今回、販売することにしました、うん1袋だいたい10杯から12杯分ぐらい、価格などはホームページにね、うん掲載してありますので、概要欄にリンクを貼っておきます。そちらご興味ある方はぜひご覧ください、うん、美味しいハーブティーの入れ方メモもお付けして配送してます。夏意外とむくんだりしない？すごいむくみます。あ、そうなんだ、うんね、あのちゃんとデトックスできるようにしておきたいですね、うんうん、そうですよね、うんまあ、ハーブティー一杯飲んだからってデトックスできるわけではないので、うん、これはやっぱり継続することっていうのが前提にはなってきますけれども、うんうんうん、一日一杯麦茶の代わりにコーヒーの代わりにっていうところで、置き換えていただいてハーブティーライフ始めていただければと思います、うん、はいはい、今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。この動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。